どうも、淡路の木戸岡です。食金から92日目、今日はほめちゃんの出番です。なんといっても横向きで袋に収まっているのはほめちゃんだけですからね。では見ていきましょう。はい、出ました。実は前回紹介したポテチより少しだけ太いんですよ。見比べてみます。ほら、ちょっと分かりにくいですけど、若干太いんです。前回ダントツの太さと歌っておきながら、一日でそうでないことを暴露されたポテチには申し訳ないですが、ごめんねポテチ。この縦型では袋に入らないため仕方なく短く切って横向きに入れたっていう感じです。それによって名前の由来である Google Home Mini、 これですね、 Google Home Mini の台になったり、左右で水分の差ができたりと、他に比べて大分室です。この袋の奥側が湿ってて手前側が乾いてます。左右で環境の差が生まれてくるのもほめちゃんだけです。どちらにもカビはなく順調ですね。そしてどちらもへこみません。いいですね。切り口も真っ白、上下、これは何でしょう、ドーナツみたいになってますね。半ペンとドーナツで、左右の環境が違うのにあまり差がないのが不思議ですが、個人的にかなり興味深い木でもあります。食金から93日目、今日はチョコの出番と言いたいんですが、今日は5の出番です。急遽尺を取らせてもらったんですが、5に異変が起きてるんですよね。はい、もったいぶらずに見てみると、これです。カビがうっすらと生えてきました。これまで見てくれてる方だと、おお、カビか、な、洗って乾かせばええやんって思うかもしれません。でも今回はもう一つありまして、ここ見てください。これですね。もうちょっと拡大しますと、これ、虫です。虫来ました。いつの間にか卵を産みつけられて、いやまあ、ちゃっかり成長しちゃってるんですよね。6日前は何もなかったのにびっくりしました。おそらくこの黒のつぶつぶは糞です。で、椎茸、大広ズコガか、コクガというガの幼虫だと思ってます。まあ、カビ同様に洗えば取れるんですけど、表面をかじられちゃってるので、ちょっと悔しいですね。あと、こいつらは普通に発泡スチロールも穴を開けるので、この蓋に入られるとかなり厄介です。今回は表面だったのでラッキーでした。この後すぐに洗い流したいと思います。直近から94日目、昨日お騒がせした5ですが、洗ってすっきりしている状態です。では仕切り直しですね。今日はチョコの出番です。10と同じ管理方法なので、中の湿度は 99% だと思います。あと名前は茶色いのでチョコとしたんですけど、ところどころにホワイトチョコもありますね。まあ冗談はさておき、見ていきましょうか。よいしょ、側面は綺麗ですね。ミルクチョコレートとホワイトチョコレートのバランスが見事です。下はホワイトチョコ多めですね。上はダークチョコレートですね。もういい加減飽きてきましたよね。すいません。あと押してもへこまないですね。実はこれさっき見た通り切り口にも穴があるんですが、これも大丈夫です。若干小さいカビが点々とあるんですが、まあ、今のところ問題ないですね。この袋の水分が多いので拭き取っておきたいと思います。食金から95日目、今日はモカの出番ですね。モカはちょっと太めで約10センチの木が2つくっついたものなんですね。でこの隙間から出てくることを願って切断したんですけど、まあ秋が待ち遠しいです。全体的に白と茶色が混ざったような色しているのでモカとしました。チョコに続いて湿気がすごいんですけど、まあ、まだこんなに余分な水分が残ってるんかとびっくりしてます。では見ていきます。ちょっとわかりにくいですけど、ここにカビが生えてますね。おそらく結露して淀んでるのが原因ですね。来年はもう少し工夫しないといけませんね。と穴は押してもへこまないので大丈夫そうです。
そこも少しカビの魔の手が来てますね。この逆に順調にいかない感じ、秋には絶対椎茸出したるってもうかき立てられますね。上はあまり菌が回ってなさそうですが、まあ問題ないですね。これからも一筋縄では行かせてくれないモカです。食菌から96日目、今日はココの番です。ココって名前は個人的につけたかった名前なんですよね。あとお気づきの方もいると思いますが、ココは初期の頃よくカビてた節がある原木です。今はすっかり椎茸菌が回ってます。ではより詳しく見ていきましょう。ココはもともと節目の部分以外は特に問題ありませんでした。今ざっと確認してみても綺麗です。問題ないですね。とは押してもへこまないです。で、そこも綺麗ですし、上も綺麗です。あと一度天地返しも経験してます。袋の下の方に結露があるので今回もしておきましょう。はい。食菌から97日目、今日はもちの番です。もちはポテチやほめちゃんと同じく袋ギリギリの太さの木です。かつ袋を密閉しているので水分が多く椎茸菌が袋にくっついてます。なので今回は袋のまま観察したいと思います。はい。名前の由来は全体的に白かったのでもちとしましたが、ここら辺は焼きもちになってますね。あと少しだけよもぎもちもあります。ここですね。カビとは共存してるみたいですね。ほとんど蓋の場所がわからないんですが、押してみるとへこまないですね。一応正常みたいです。そこは一部椎茸菌が回ってないですね。上はなんか白いモフモフのものが生えてます。初期の椎茸菌もこんな感じでしたよね。まあ、白カビでないことを祈ります。まあ、全体的に悪くないようですね。びちゃびちゃでもトリコデルマ菌さえいなければうまくいくようです。食菌から98日目、今日はミスターカビの番です。名前からしておぞましいですけどね。これです。これももちろんカビが飛散しないように密閉してます。なのでこのまま見ていきたいと思います。最初は左半分がトリコデルマ、右半分がシイタケ菌といった感じだったんですが、今となってはもうシイタケ菌、トリコデルマも共に減ってますね。おそらく他の雑菌が占領してきているようです。で、シイタケ菌はどこかというとこの白い点々ですね。これだけです。裏側も これがシイタケですね。他は雑菌です。そして押しても、うわ押しても意外とへこまないんですが、これは乾燥してないのでマシなだけなのかもしれません。もうこの状態になったら高確率でシイタケは発生しません。発生率は 5% 以下じゃないかなと思います。はい、今日は以上です。111日後に浸水してシイタケを出す予定です。こんな感じで部屋でも育てて観察することができる見るシイタケの様子を毎日配信してるので、シイタケが生えてくるところを見逃したくない方はよければチャンネル登録をよろしくお願いします。あとグッドマークをポチッとしていただけると皆さんが思っている以上に嬉しいのでよろしくお願いします。明日もお会いしましょう。ではまた。